まず普通にこういうところを走るときでも、白線と白線の間のセンターに車を必ず置くというのを習慣にしましょう。というのはですね、まあ、道路状況にもよるんですけれども、レーンの真ん中というのは一番車がたくさん走る部分になるので、いろんな砂利とかゴミとか落下物が少ないことが、一番少ない場所になるので、基本レーンのセンターを守るというのを基本にしましょう。まあ、こういう何気ない道を走るときでも、車線のセンターを意識するというのを気をつけましょう。目安としては、左足を投げ出した先が、車線のど真ん中に、向いていれば、だいたい車はまっすぐ中央にいるというようなことになります。こうやって減速するときもブレーキの力は最初に決めた一発でピタッとここまで、力を変えずに止まれるといいですね。例えばこうカーブが見えてきました。この時に目線の先はカーブが見えなくなるところまでをしっかり見て、こう車角は一発で決めるまで動かない、ゆっくり動かす。さあ次のカーブが来ました。次のカーブも出口までしっかり見た上で一発で高くを決めて動かさない。まあ、途中でカーブのあれが変わったらそれはまあ例外なんですけども、基本的にカーブというのは、まあ、数学的に描かれている場合が多いので、一発で決めれば、途中で、高くをこう押したり引いたりする必要はありません。一発で決めてしっかり固定する、これを意識しましょう。もっと動かさない、この十分速度を落として一発で決める。ここでカーブがありました。はい、戻ります。戻します。ゆっくりとスムーズに、速く走りたいとかいう人ってこういうところキュンキュンとですね、急な操作をするんですけど、全然速くなりません。まずは基本をしっかり押さえてゆっくり操作する、余裕を持って操作する、それができるようになってから徐々にマージンを削っていくっていうような準備所で、走るようにしてください。スムーズ、滑らか。この時は対向車も十分注意して、必要なら自分のヘッドライトをつけて顔ミラーに相手に自分の姿が映るように、そういう配慮もした方がいいかもしれません。滑らかな操作をするというのはどういうことかというと、カーブに入ってから車の挙動変化がスムーズになります。もうスムーズというのは非常に重要で、こう急激な操作をした場合には、車体の姿勢の変化が唐突になります。そうすると、例えばその瞬間グリップが抜けたり、アライメントのジオメトリーで車体の姿勢が急激に変化する、そういうこともありますので、ゆっくりとした操作を常に気をつけましょう。してから持ちしても確認。カーブの出口を見ながら、そう、出口を見ないと今みたいに対向車に気づくのが遅れます。必ずカーブの一番見えないところに目線を置く、常にその目線を意識して、手前は見ない、奥だけを見るくらいの、心づもりで運転操作をしてください。またハンドルの持ち方もこうやってギュッと握るのではなく、手のひらで押さえるようにすると、よりスムーズな操作ができるようになります。カーブが来ました。ゆっくりゆっくりハンドルを押し込む、常に出口を入れる。押したり引いたりを頻繁に繰り返すような操作は基本やりません。
締めて肩の力を抜いて二の腕から先の腕で押す、押し込むような力でハンドルを操作する。そうするにすると、ハンドルが道路から、入力があってブレた時でもですね、スムーズに対処することができます。握っていると手首の力でハンドル支えなきゃいけないんでブレがひどくなります。二の腕からの力を、自分の腕の重さも自重も利用してハンドルを操作するとよりスムーズな操作ができます。後ろが間に合わないとぶつけられてしまうということにもなりますから、ちゃんとこういうところを走るときでも後ろから来ている車がいないかも常に意識しましょう。自分が一番速いとは限りません。以上必ず当てましょう。もし対向車が来ていたらどうするか、ブレーキを踏んで対向車をやり過ごすのが正解です。無理に前へ出るのは、ダメです。こちらが待つのがルールになります。制限速度をぴったりを狙う。制限速度で走っていても視界が悪ければそれ以上です。その時は必ず後ろを見る。後ろの車が、なぜこの車が減速したかが分からないこともありますので、後ろの車にちゃんと意図が伝わるように、減速のタイミングを取るようにしましょう。
ないので、はい、入れたんですね。はい、じゃあこういう時も後ろ必ず後方確認、そして、ゆっくり前後確認しながら方向を変えましょう。こういう時は特に素早く、焦らないけど素早く。はい、では同じ道を戻る感じですか。はい、はい、ほとんど逆の道、逆の道でいますね。さあ今、さっき U ターンして今来た道を戻っています。ここで意識すべき最大の注意点何だと思うんでしょうか。さっき歩行者がいました。歩行者が、こっち向きに歩き続けていると仮定すると、どこかで、すれ違う可能性がある。その時じゃあ向こうから来た車が何をするかというと、センターラインを越えてくる可能性があるということを今のうちから意識しておきましょう。さっきどの辺であの歩行者に遭遇したかを思い出しながら、今からこの速度で走り続けていって、あの歩行者とどこですれ違うかもイメージしながら、そこに来たら対向車がオーバーランしてくるという可能性も、十分視野に入れて運転をすると、そういうような、ことが事故を一つ一つ、事故のリスクを防ぐという、安全運転につながっていきます。もしここで向こうの車がヘッドライトつけずにオーバーランしてきたらさあどうなるかってことまで考えて、こっちがその出すべき速度をそこで決めるという、そういう意識でいきましょう。はい、さっきの人すれ違いましたね。ちょっと急いでましたね。あれは想定外ですね。もっと向こうですれ違うと思ってましたけど、まさか走ってるとは思わなかった。こういうこともありえますね。自分のペースで当然走れないので、相手の車だいぶイラついてて無理な追い越しをかけていたりとか、そういうこともあるかもしれません。そしてそういう風なツーリングをしてきている人はここ何回も繰り返し走りますから、すれ違う車の車種とかをですね、ある程度覚えておくと、その車がいつ頃後ろに追いついてくるのかとか、そういうところまで意識できるようになれば、だいぶ、いいんじゃないかなと思います。もしそういうようなタイミングでたまたま自分の走っている先に対比路があったとしたら、もう先にそこに入ってやり過ごすとかですね、そういうことをすると、まあお互いにもう、まあ、相手の方が法定速度守ってないから悪いんだとか、それは当たり前なんですけども、じゃあって言って事故を防ぐ原因となれば、まあ、ちょっと自分が譲るだけで済むんだったら、そうやって、リスクを回避するというのも、一つの、手段だと思います。相手に見えるようにするためで、自分が見えるようにするためじゃないんで、まあ、ハイビームは使わない方が無難です。戻すの忘れて、ね、対向車に迷惑かける方のがリスクが高いです。
のようなあの山道を走って登って下ったりするという場合ですね、気をつけなきゃいけないのが、下り坂がずっと続くときにですね、回生ブレーキっていうか充電モードで、減速を続けていくとですね、バッテリーが、満充電に近くなってくると、もうそれ以上回生ブレーキ効かなくなってしまうというような、回生失効っていう言葉があるんですけども、そういうようなことになると急にブレーキの効きが悪くなったように感じます。ですので、アクセルを離すだけのブレーキをあまり過信せずに、必ずフットブレーキでも、足りなければフットに切り替えるっていうようなあの意識をですね、常に持っておきましょう。アクセルを緩めたのに思ったより車の速度が落ちないっていうようなことが、ハイブリッド車ではたまにありますので、そういうところも気をつけて運転しましょう。カーブの出口だけを見てれば通れます。前を見ちゃうと前で何が起こっているかが気づくのが遅れます。ああいうカーブでも怖がらずにカーブの先を見るようなトレーニングをしましょう。ものすごくスピード出てくるので、はい、この一発で決めてゆっくり戻す。